ム。元気にプレミアリーグ見るために相手を夜勤にしました、リュウリース。ほんとね、夜中の試合見るのってきついじゃないですか。夜勤になってから僕ね、3時キックオフとかも全然眠くなって、非常に快適にプレミアリーグを見ております。眠すぎてリアタイ嫌いって人はね、ぜひね真似してみてください。ということで本日の動画はこちら、チェルシー対アーサルマッチプレビュー。得点の隙を与えず続けろ、タギバチョルジーニョー。はい、この後深夜3時45分のビッグロンドンダービーを5倍楽しむためにスタメン予想や注目ポイントだったりをね話していきますので、最後までご覧ください。それでは本編、レッツゴー。はい、本日深夜3時45分キックオフのチェルシー対アーセナルビッグロンドンダービーですね。マッチプレビューということで、まずはね過去の対戦成績から見ていきたいなと思います。この対戦はカップ戦含めまして20回戦っておりまして、チェルシーが15勝、アーセナルが12勝、引き分け7と、ここ9試合のプレミアリーグだけの対戦に限ってみても3勝3分け3敗と全くの五分五分となっております。お互いシーズンの調子いい時悪い時ってのはあるんですけども、ビッグロンドンダービーになるとどっちも強くなるというね。特に昨シーズンチェルシーはねアーセナルに、ね、シーズンダブルを食らっちゃってるんですけども、1戦目はねアーセナルめちゃめちゃ調子悪かったんですよ。リーグ戦10試合勝利なしの状態でビッグロンドンダービーを迎えて、まさかの 3-1 勝利と、本当にお互いの現在の調子がどうこうっていうのは関係なく、それ以上にねサポーターも選手も気合が入るっていうのがこのダービーの特徴となっております。直近5試合のリーグ戦ではチェルシーが4勝1分けに対してアーセナルは1勝4敗とめちゃくちゃ対照的でして、しかもアーセナルは3連敗中というところで、どう見てもねチェルシー優勢じゃないかって、チェルシーが絶対勝つでしょこれなって思うじゃないですか。それよりねひどい状況で昨シーズン 3-1 で負けてるんですよ。まあそのくらい予測のつかない対戦でございますと、そんなダービーのスタメン予想がこちらです。キーパーがメンディ、センターバックがアスピリクエタ、チアゴシューバ、リューリガー、ウィングバックがジェームスとアロンソ、ボランチがジョルジーニョ、カンテで、前3枚がマウント、ハバーツ、ベルナーと絶好調のトリオで、この並びになるんじゃないかなと思っております。今回ね自信があります。結構当たってるんじゃないかなと思うんですよ。采配のポイントを話していきますと、まずはチェルシーの怪我人がこちらでして、コバチッチが前回の FA カップで負傷しているということもありまして、ダブルボランチをカンテ、ジョルジーニョにしているんですけども、この試合キープレイヤーになるのがジョルジーニョだと思っております。ジョルジーニョの出来次第では大量得点もあり得るし、引き分け以下の可能性もあると思ってるんですよね。と言いますと、アーセナルはトーマス、トミヤス、ティアニー、ラカゼットが怪我というところで、主力選手がとことん怪我で欠場となっております。さらにねリーグ戦3連敗かつチェルシーのホームでの試合になりますので、これはもうアーセナルガン引きしてくるんじゃねえかと。チャンピオンズリーグ権取りに来るならね勝たないといけないわけですけども、さすがにこの状況で前半から攻勢に出てきたら、チェルシーの思うツボというかカウンターの餌食になってしまうと思いますので、まあ少なくとも前半戦はガン引きするだろうと思っております。となると今期のユナイテッド戦みたいな展開が予想されるんですよね。チェルシーは波状攻撃をするためにもうひたすらルーズボールを回収していかないといけないわけです。この役割を担うのがおそらくジョルジーニョでしょうと、まあ、彼が高い位置で回収し続けて前線にボールを送り続ければショートカウンターで点取るチャンスっていうのは増えるでしょうし、ルーズボール処理をミスってしまったら、あのユナイテッド戦コーナーからのクリアボールをサンチョにかっさらわれたように、逆にロングカウンター1本で失点、チェルシーはアーセナルのブロックを崩すことができず試合終了、この展開だけは避けたいっていうところなんですよね、チェルシーとしては。でアーセナルが6バックで来るなら、チェルシーはウィングバックをもう最前列まで上げますと、両サイドですね。センターバックのリュリガー、アスピリクエタも高い位置を取ってもうね左右に揺さぶりまくって攻撃をしたいですので、攻撃ではサイドのロングボールをバンバン繋いでいけないといけないジョルジーニョ、なんならねもうブロックの穴を通すような鋭いキラーパスとかもやってほしいですし、守備ではトラップミス、ハンダミスはもう1回でも命取りになってきますよと。彼がアンカーでゲームメイクする以上この展開だけは避けられないだろうって言ったところです。サムネの〇〇の部分は得点の隙を与えずに攻め続けろっていうところですね。その鍵になってくるのがジョルジーニョになるだろうと、前回の動画でも言いましたが、最近のジョルジーニョはかなりミスが目立ってきてますのでパッとしないんですよね。ですのでこのロンドンダービーで攻守ともに完璧にこなしてもらって名誉挽回していただきたいと思います。
他に注目選手を挙げるとしたら、アーセナルはマルティネリですね。もう徹底的にカウンターで裏のスペースにマルティネリ走らせてくるっていう戦略で来ると思いますので、ここチアゴ・アスピだとスピード負けする可能性がありますので注意しないといけないと。なんならアスピリクエタとジェームズの位置逆になるかもしれないんですけど、カウンター対策で。逆にね、チェルシーの注目選手としては、ジェームズが逆サイドからのクロスでボレーで守備をこじ開けるっていう展開がね、一番あり得るんじゃないかなと。あとはハバーツの高さですね。ヘッドがね、強いし、うまいんですけども、ミートして枠外したり、レアル戦ではクルトワにセーブされたりと、いいヘディングするのに入らないっていうイメージの方がついてるんですよ。これからねハバーツはヘディングの精度を上げて空中戦でも無双するようになれば、ベンゼマのような存在になれると思いますので、ハバーツのヘディング、ジェームズのボレーっていうところ、得点に関してはすごい期待しております。あとはリュディガーが出しゃばらなければ勝てる。ほんとね、もう今日もね攻撃の場面増えると思うんですけども、今日だけはちょっとおとなしくしてカウンターに備えておいてくださいと。まあ、リュリ法はありなんですけども、ゴール前まで行って得点に絡もうとするのだけはもうやめてください。あまり出しゃばりすぎるな。はい、ということで簡単になりましたが以上ですね。ロンドンダービーだけはもういつだって負けれないですし、一番負けたくない相手ですので、もう絶対勝ってチャンピオンズリーグ権確定させちゃいましょう。あとね、マウントの4試合連続ゴールにも期待しております。皆さんの意見感想、試合の意気込みをコメントに書いていってください。そしてまたね、スコア予想企画ツイッターでやっておりますのでご参加ください。概要欄の一番上に貼っておりますので、ここからリンク飛んでいってもらえれば参加できます。それでは皆さん、一時仮眠を取ってまた3時45分にお会いしましょう。またな。サッカーの右足のゴールだけはやめてくれ。